アメリカ国防総省の高官はロシア軍がウクライナの首都キーウの撤退を完了したと明らかにしました国防総省の高官は6日、記者団に対してキーウ周辺に展開していたロシア軍の撤退が完了したと指摘しましたこれらの部隊は隣国のベラルーシを経由してロシアに到着し補給を受けているとしています 今のところ補給を終えた部隊が再び、ウクライナに侵攻する兆候は見られないということです。ウクライナ側は撤退するロシア軍が対人地雷を仕掛けていると主張していますが、国防総省としてはそれを確認できる情報はないとしています。交換によりますと、ロシア軍はウクライナ東部への攻撃に戦力を集中させていますが、目的は分かっていません。また！ マリウポリは孤立化しているもののロシア軍は制圧できていないということです。